こんにちはこの動画をご覧いただきありがとうございます、えー、今年はですね造面操作が搭載されましたルミックス S5M2 がですね発表されましてなんかざわざわしてですね、えー、1年が始まったような気がしますかなりこの S5M2 ですね えー、いろいろ動画を見ておりますとオートフォーカスは速くてですね精度もかなりいいようですね、えーまあ、評判になっておりますので、まあ、私もルミックスワンの一人としてホッ、えー、としてですねこれからの発展に期待をしているところです、えー、これまで私はルミックス機をですね十数機ですねカウントしてみましたら十数機使っておりました えー、FZ30 ですね。あの、コンデジの望遠ズームなんですが、あれがとっかかりで、えー、ルミックスを使っておりまして、えー、その後まあ、キャノンも使ったりはしたことがありますね。キャノンも3台ぐらい使いましたかね。えー、そんな時代もありますが、まあ、十数機ですね、ルミックスを使ってきたものとして、えー、今日はですね、 ルミックスの逆襲というちょっとーオーバーな題名をつけましたけどもルミックスの逆襲として話をしてみたいと思います、えー、ユーザーとしてかなり勝手な話ではありますが、えー、お聞きいただければありがたいです、えー、ルミックスというのはですね、えー、ミラーレス機今主流のミラーレス1がこれの生みの親なんですね これあまり知ってる人は知ってるんでしょうが、あまり知らないかもしれませんね。ミラーレスの第1号機というのは、ルミックスが作ったんですね。ルミックス G1 というのをですね、出しまして、これがあー取っかかりですね。ミラーレスの第1号機です。 えー、ところがですね、ルミックスの現状、シェアの現状を見ますと、えー、それなりに売れてるとはあーメーカーさん言っておりますけれども、シェア自体はそれほど高くないんですね。えー、多分10%は10%切ってたかと思いますね。えー、ですからあ、この間ですね、デジカメウォッチにこの S5M2 を開発した方々のインタビューというか、 そういうものが載っておりましたけどもいよいよこれからですね、えー、ルミックスはシェアを取りに行くんだみたいな話をですねされておりました、えー、ユーザーとしてもこれはちょっとですね期待をしているところです、えー、やはりシェアが高い方がですねユーザーとしてはまあ安心感もありますけどもいろいろなですねサービスがもっともっとですね拡充されるんじゃないかなというふうに期待をしております 2005年からルミックスを使っておりますけれどもあまりですねルミックスがシェアを取りに行ったというかそんな感じには見えなかったですね何かまあそれなりに売って利益が出ればいいのかなみたいな姿勢なのかなというふうに思っておりましたというのもまあパナソニックっていうのはあの商売のですね幅が広いですから既存のカメラメーカーさんとも色々ですね 関係があってですね、それほどシェアを取りに行けないのかなというふうな気がしておりました。まあ、それがですね、昨年4月ですかね、会社組織が再編されておりまして、ルミックスというのはかなり組織の中でですね、主力として扱うですね、商品になっているのではないかと思います。 えー、過去にですねルミックスはシェアを取る機会というのは 2, 2回か3回あったかと思うんですね1回目がまあこのミラーレスの1号機 G1 を出した時ですね一眼遊ばせっていうですね言葉でもってかなりですねこうあの CM 流れておりましたね新宿の地下道ですかねあそこにですねそのポスターがものすごく貼ってあったっていうのが記憶にあります まあ,あの頃ですね名前がパンと世の中に出ていきましたのでシェアを確保する機会はあったかと思いますそれから2013年にですね GM1 というものすごい小型のカメラをあー発売したんですがあれはですね、まあ、在庫がないようなか形になっておりまして、えー、国内ではかなりですね売れたんじゃないかなというふうに思います私も GM1 は買いましたね えー、非常にコンパクトで、えー、非常に面白いカメラだったんですがまあ今現在はその、うん、後継機というのは作られておりません、まあ、この時も名前を売りましたのでねルミックスはあシェアを確保するいい機械だったんですが、えー、残念ながらあーそこには結びつかなかったですね それから L マウント参入した時あの時のこのフルサイズですねあれも結構ですね世の中の話題をさらいましたので、えー、シェアを取る機会はあったかと思いますただちょっとですね初期に出したカメラが、えー、画体が大きかったんですね、えー、2の方には非常に人気のあ,あるカメラのようなんですが、えー、広くは浸透はして、えー、しなかったですね であまりシェアといいう意味では取れていません今後、ですねこの s 5 m a r k II コンパクトな機種ですからね、えー、これに増面移送車ということですから、他社と同等以上のオートフォーカスが乗りましたので、えー、これからですねシェアを少しずつですね確保はできるのかなというふうに思います。 ただこの S5M2 だけで、えー、シェアがです、ね、ガンガン確保できるかとなるとそんなに甘くはないと思うんですね、まあ、増面操作というのは他社も載せているオートフォーカスですから、えー、よほどの特徴がない限りなかなかです、ね、シェア確保というのは難しい面があるのかなというふうに思います。 えー、その意味ではですね第2弾第3弾ですねこれが必要かなというふうに思います、えー、第2弾として私が望むのはマイクロフォーサーズの G9 プロですね、まあ、これは私が愛用しているカメラですから是非この後継の機種をですね早めに増、えー、面位操作をこれ乗せてですね出してほしいと思いますね ネットを見ておりましても G9 の使っている方結構多いですね、えー、海外のサイトなんかを見ましても、えー、G9 の後継機出してくれというような声がですねかなりありますので、えー、ユーザー数としてはかなり多いのではないかと思いますその意味で G9 プロのですね後継機を出せば必ず売れるとは思いますね 失敗することはないと思いますのでぜひ造面操作をですね乗せた、えー、G9Pro の後継機を出してほしいと思いますそれからですね S1 とかあそれから s 1があるですかね 今、先ほどちょっと大型のカメラだというふうに言いましたけれども、これらのカメラのですね、リニューアルも必要かなと思いますね。私はあのパナソニックが以前から開発をしておりました有機センサーですね、このシェアを確保するには必要じゃないかなというふうに思っております。ただ、これ、当初はかなり価格が高くなるでしょうから、まあ、ど,どれか1機種ですね、フラッグシップとして、 有機機センサーの搭載機を作るとかですね何かそんな風なことで、えー、有機センサーを載せたですね機種っていうものを発表してほしいなと思います、えー、カムコーダーですかねあれに搭載してですねかなりデモンストレーションは何度もやられていましたので実用化にですね近づいているんだというふうに思っています。 それからですね、カメラ、あのシェアっていうのはキャノンがもうダントツで今、えー、1位は走っておりますけども、キャノンの武器っていうのは、えー、やはりあの、イオスキスですね。あれがなんかもう、ものすごくシェアを持ってるみたいですね。一眼の入門機としてはイオスキスみたいな、あ、ところがあってですね、あれがもう代々シェアを取ってると。 いいう話を聞いたことがありますそういう意味ではやはりルミックスもですね入門機ですねこれは絶対作る必要があると思いますね、えー、シェア撮りには一定の性能を持ったあ幅広く使えるような入門機が必要なのではないかと思います、えー、カメラを始める人がいきなりですね 高度な高いです、ね、高価なカメラを買うわけはありませんので比較的手頃な価格のですねそれなりに撮影が楽しめるような入門機の存在というのは大事なのかなというふうに思いますそういう意味でマイクロフォーサーズの方で、えー、良い性能を持ったですねそれこそこの増面位層差を載せた入門機これも合わせて 発表するる必要があるのではないいかと思います今回の S5 ですね M2 にはですね静止画のですね AFC 連射ですねこれが秒30枚撮れるということがありますけども今後ですね私はこの AFC の連射ですね連射能力のアップというのはかなり欠かせない要素だというふうに思ってます。 これは今、あのシェア断突のですね、キャノンが誇っている部分でもあるんですが、これが非常に大事かなというふうに思います。やはり、連写で撮るですね、写真というのは、撮っているその時のですね、なんというか緊張感とかですね、面白さ、こういうものがあるんですね。えー、静止画の AFC の連射、能力アップ、 これは欠かせないいい要素だという,ふうに思います、ねまあスポーツの撮影からそれから野鳥、えー、動物飛行機鉄道、まあ、全てにこの AFC の連射というのは大事な要素かと思いますので是非、えー、頑張ってですね素晴らしいものを作ってほしいというふうに思います。 やはりあの動画ユーザーだけを標的にしていてもですねなかなかシェアの確保にはつながらないような気がしますね、えー、静止画のユーザーをどこまで、えー、取り込むかということもかなり大事な視点ではないでしょうか、えー、その意味で、えー、AFC の連写ですねこれを頑張って、えー、良いものを作ってほしいというふうに思います えー、まあ、勝手なことをベラベラ、えー、喋りましたけども、今年からですね、ルミックスが新しいステージに立ってですね、いよいよ、まあ、逆襲というのはオーバーな言葉なんですが、えー、シェア取りに向かって進んでいく元年になるのではないかと思ってます。えー、まあ、なんとかですね、2割ぐらいのシェアはですね、ユーザーとしては取ってほしいと思いますね。えー、シェアが伸びれば、必ず、 ユーザーにとってですねいろいろなサービスの充実にもつながってくるでしょうしユーザーの一人として期待をしております勝手な話をしましたが以上で今日は終わりますありがとうございました